花コスモス、赤いのは赤いポットだね。キバナコスモスの赤っぽい子。あ、キリュウさんようこそ。多肉の花冠ニューバージョンです。ちょっとでかすぎたような気もしますが、細かく細かくちっちゃめのを使って作ってみてます。ほら、カッパみたいだな。はい、久しぶりの飯山ガーデンの園芸相談フリーレッスンです。今ちょっとお客様が少なくなっているので見本を作りたいと思ってます。キバナコスモス綺麗ですよね。赤っぽいの、あ、店長ライブ配信しとるけどみたいな。これでとりあえず Facebook のライブ、はい、だって YouTube でライブすると音楽やばいじゃないですか。Facebook 音楽ガンガン鳴らしても何も言ってこないので、著作権侵害とか、うん、なるのかもしれないけど、ならないかも。あ、瀬戸口さんようこそ。あ、千秋さん、またぜひ飯山お越しくださいね。この鶴見千秋さんは前に群馬からここまでお越しいただいた方でございます。とりあえず予告しといて、あの飯山のページにもしますみたいな感じで、はい、しております。ただいま4名様見てくださいます、ありがとうございます。あ、かなえちゃんようこそ。あ、すっごい今日はねギャザリングっていうモリモリにしない、まあ、ソフトギャザリングみたいな感じで作っていきます。今からこちらのものを使って秋の雰囲気のある寄せ植え作ってきますよ。こんな感じの、今日いいカレックスジェネキーさんがね入っているので、これはいくつかに分けてチラ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 とね出るように作っていきます。まあこの冬サンゴほかっといても勝手にどんどん増えてくって、デーンとでかくなる丈夫い子なんですけども、これはおすすめ。もう2年とか3年とか、ただあのおナスの仲間なので、あまりおナスのところは連作すること嫌います。まあ、花壇とかね、なんかにも入れっぱなしっていう感じに、ポットに入ってるけどこのまま花壇に植えてしまって、あの場所入れ替えんとこもう植えっぱなし、どん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 こう広がってくるんで、もうそのままほかっとけるような場所にこれ入れるのおすすめです。結構ずっとこのまんまね姿でおります。この実は次々なってきます。このなってきたやつは特に取らなくても、あ、これね本物です。セダムとかちょっと小さめなやつで、いつも動画撮ってるやつはでかいんで、生き山で1日つけとるのは重いかな。でもまあ1日でも許容範囲だったんだけど、重いのちょっと小さいバージョンで作ってみてます。あの198円で売ってるあのタイプのもの と、 今日はセダム 25% かな、それで売ってる、それを細かく巻き巻き糸をこういう糸を使ってベースに巻き巻き、ひたすら巻き巻きしてベースを作っといて作ってきます。あ、これ夏中ほかられてたけど生きてるね。ずっとあそこに転がされてて一回も水もらってない、しなびてるけど生きてる。これも根っこがしっかりもついてるんですが、もらってないね。2ヶ月放置、あ、生きてたしみたいに根っこすごく生えてるんだけど、でこれ水やるとこのしなしなとなってる子がうわーって戻ってくる。水なくても耐えられるっていうのが多肉植物なんで、でも水やれば大きくすることもできます。いや、やり方いつもジュクジュクとかドロドロドブドブでお風呂の中に自分沈んどると苦しくないですか。それが根腐れです。だから根っこがちゃんと空気に触れてて、息が、根っこも呼吸できれば元気になります。根っこが呼吸できないで、こういう子たちもだんだんの腐っていく。だからいつもこう、例えばこれなんかいつもこういう風に置いとかれると、ここ風が通らないので、こういうぎゅうになってると下の方が、これは許容範囲だな、とろけて腐ったり、そのいつもジュクジュクな湿度の高い状態に置かれておくと、そういう状況で
はい、ごめんなさい。はい、いつも同じ、その湿度がすごい高い状況でおると、その状況が菌が発生しやすい、まあ、発生というとか活動しやすい状況。菌は普通に常在菌っていつもそこら辺にいるんですが、その高温多湿の湿度がすごい高いぴったりな状況になると菌が活動し始めるので病気が出ます。菌はいつもいるので、その状況に芯、風を通しやすくするとか、そのこれ植えるときに下のこのとろけとるやつを全部取ってやるとか、初めから見て腐っとるっていうやつは買わない方が良かったりいたします。こうチラッとなんかあんまりこれグッとやると折れちゃうんでご遠慮いただきたいんですが、まあ、チラッと見ていただく分には構いません。いいやつをね買ってってくださいませ。もう皆さん何気なく色きれいやでパッパッパッと取られるけど、ボリュームがすごく広がってるやつとか小さいやつとか、その寄せ植えとかなんかに使われる、例えばこれだったらここの場所にこう広がって使いたいとかなら横に広がってる株を選ぶし、これも形が違いますよ、背が高い。ほんでひょろひょろってしとるやつをあえて選んでるのは、これ入れてこの前にあるので、これであんまり低いやつ、横に広がってペタンとしたやつだとここからストンと差がつきすぎちゃうので、この中間のつながりになるようなあえてまばらなやつを、これね3つか4つに分けて使うんですが、分けてここにチラチラとナチュラルな感じに入れるために背の高いやつを選んだ。そう これなんこういうものは大抵これもですが、挿し木で苗が作ってあります。だからその挿してある挿し穂の部分は分けて作っていくことができます。で、ね、こう削っても削ってというのか、わよいしょ、このままどこがコーンも入らんじゃんみたいな、これ小さくできます。でもこの子はあまり削られると嫌な子が、系統はダメです。これを本当に小さくしてしまうと弱ります。でもここら辺までなら許容範囲っていうところは、まあ、何回かやって掴んでもらわないといけないんですが、これも少しくらいは大丈夫です。であとこの葉っぱがいっぱいあると、ここぎゅうぎゅう入るとさっき言った蒸れるという、だからそういう時は下の方の葉っぱをこうやって取っていく。この組み合わせた時に、あ、今日コーヒー屋さんがいらっしゃる、ようこそ。はい、ありがとうございます。コーヒー嫌いなんやけど、お宅のコーヒーは飲めるんです。はい、上等なコーヒーは飲めるのです。ありがとうございます。この下の方の葉っぱは見えないんで、基本お日様が当たって光合成をするんで、お日様が当たらない中の方に入ってしまう葉っぱはいらない。でこう重なった時に、ここの中に入る葉っぱは取ってしまいます。だってお日さんこの上で頑張ってくれるじゃないですか。で下の方の葉っぱはこう取ってやると蒸れないし、草むらいっぱい草生えてるじゃないですか、あんなにいっぱい生えとって全然枯れないでしょ。でも下の方の葉っぱは自然に落ちてきます、役立たないから。はい、でこういう風に下の方すいてやるとたくさん入ってても蒸れないし、重なってる葉っぱを減らします。結構な量取ってきます。で今日はこれはどっちから見ても綺麗に見えるように作っていきます。まあ、うちは壁だからこっちからしか見ないわということあるかもしれないですけども、で前からしか見えないから後ろ絶壁って、こうしたら高さが置く場所こんな高い位置には置かないじゃないですか。大抵下に置きます。見下ろすとこの後ろがスコンと何にもないから間が抜ける。で後ろからも見えるように感じで前から見るときも作った方が、こうやってやったときに向こうがこっから透けて見える。今そちらにお客様いらっしゃるんで、 この後ろ側、これ一番後ろにして何も入れないと、この後ろが丸く作ってるのに絶壁になってしまうので、こういう後ろに入れるもんで丸く作っていくとこう透けて見えます。目線の高さが多分今この付けの上におるんだけど、
下に置かれるときに見下ろすとここ見えます。はい、でこの後ろにもちょっとつながりのものを作っておかれると丸く丸く見えます。でも今これカメレオンっていう名前ついてるんですけど、色、名前はタイを表すではないけど色が変わってきます。赤やって黄色やっててどんどん変わっていくんで、これはね霜に当たるとダメになりますが、霜に当たらなければ家の中で持っていればいつまででもできます。で切っては刺し切っては刺しできる子だし、色がとてもこれから秋が深まるにつれいい色になってきます。でこれを周りにちょっと、これも同じアルテルナンテラ、同じ仲間なんですけども、これ兵庫の方で作ってらっしゃるので、このシリーズ播州阿公スマというあちら方面の地名がついております。オレンジの子はスマっていう名前がついてますから、この本当に阿公とかね赤くってすっごい綺麗な色、あの辺りに あっちだあの辺りにおいて、また後で見たってください。ちょっとこの子お値打ちの子より大型です。色が全然違います。んでもこれ198円はすごい安いな。このポット大抵2キュッパで普通取るんだけど、今回なんかすごいお値打ちに入っております。ちょっとこっち2キュッパですが、その自分の思ったイメージになるようなものをお選びいただくといいです。じゃあ実際にこれ植えていきますね。この辺のやつは下が、これも同じように、このあこれ取ってないな、これ下の方の葉っぱをね少し減らしてあります。こうやって入った時に重なってしまいます。そういう葉っぱは下の方を取ってきます。この子ね買ったらいつまで持ってると、このちっちゃいポットは水そんなに含まないので買ったらすぐ植えましょう。これ下の方の葉っぱを重なってるところは、中に入っちゃうところは取ってきます。この前の方で見える葉っぱは、これ前の方に例えば入れるんだったらこの辺の葉っぱは取らないで残しておきます。これは前にこれが入るので、こうすると重なるので取ります。ちょっと今日はオレンジ、赤、オレンジ、黄色っていう組み合わせで作ってきます。この系統サマーラベンダー、色がこんな色なんでラベンダーではないですけど、ラベンダー色っていうことでそういうお名前がついてます。あ、これまたまたこういう肥料入ってるやつはまだ皆さんこう大事に入れたがるけど、大抵こういうやつはもうカスだと思ってください。でお店のたまに、まあ、出荷間際でちょっと今度なんか肥料切れかなっていう時はやられますが、出荷間際にこう入れると単価が上がります。で普通は入れられないんですけど、ほとんどもうカスだとこういうふうに崩れるんです。崩れると濃い肥料が、肥料分残ってもここにドンと入ると肥料焼けを起こしたりするんで、惜しい人はこれは花壇に入れましょう。こういう狭いところに濃い肥料がドンと出た方が怖いです。ここに入れないで広い大地に預けましょう。はい、でこのもう上の方にまでいっぱいです。あんまりこの子削られたくないんですけど、上の方はいつも5ミリから1センチくらい取りましょう。これ取ることによって、ここにいる先ほどお話ししたいつも菌がおる話、ここの上の方をちょっと取ることによって病気になりにくくなります。はい、下これ猫カンカンなのはほぐします。これぐらいは少し減らしても大丈夫なんです。これはあまり削らないように、系統は、ね、この根っこを触られることが嫌いです。もうちょっと許容範囲な程度までちょっと取ってきますが、くるっとこれくらいまで、この長さは長いままにしておきます。あまり取りすぎるともう半日もしないでクタンとなるのは、それ根っこ触られすぎという。でこれやりながらどっから見たら綺麗かということも見てきます。これ3本、あ4本だ、5本立っておりますが、こう見たときにこちら側とこちら側と、これは比較的分かりやすいね。はい、でいうことも考えながら、前から見た方が綺麗な方を真ん中で中心に入れてきます。もうこれすでにいっぱい土入っとるよね。これ袋から出してふんわりと入ってます。ふんわりと入っているので、軽く真ん中これの深さの半分くらいの穴開けといて置いたら、このまま
スッと入ります。田んぼって穴掘って植えますか？植えないよね。トロトロの羊羹状にしとくって言うんですが、あんまりトロトロすぎると沈んじゃうので、でちょうどこれ植えてきます。これ微妙にね、これね、足が あそこ雨降るとこでごめんなさい、ところどころ雨が降ります。中でもこれ手がついてるので、この手もちょっと考えながら入れてきます。でちょっと手洗う水にこれ用意したんです。上の方触るときにドロドロだと汚れてくるので、でこれ一番濃い色、濃い色前にやると結構目立つのと、ちょっと背が高めなので後ろに入れてきます。これとこのラインが綺麗な、そう、まあ、フラワーアレンジの根っこがついてる版と思ってください。でこれは根っこは切れてないです。これは実はいくつかになります。分かれ取るところを見つけてポチンってやると切れるので、ゆさゆさっとゆすると、これくらいでもね、これこの子は大丈夫っていう子を、この子はダメ、この子はダメだっていう子をちゃんと知ってないといけないのですが、あんまり細々すぎてもと、さっきのボワッとしたやつがちょっと優しい線で、これちょっと根っこが少なくなってしまったので、っていう子は水苔で巻いて保護してあります。そうするとよいしょ、ちゃんと元気になってきます。で中心に入れたいので、ちょっと端の方にこれ置いときます。ここで土を崩っていくのに、この上に土かぶると汚れてしまうからね。でこれ逆にしてよく取られる方がありますが、ここ一生懸命やったともうここを忘れています。でこうすると折れてしまったり、ここに入っている土がこぼれるので、こう逆にしたりはします。しても、もう斜め45度以上倒さないと汚れないです。でこの持っとるままここ挟んで持ってて、このままポットをスポンと普通に外せば大丈夫です。で外したポットはこのラベルついてるのはちょっと無理なんだけど、伏せてどん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 重ねればいくつでも重なります。こういう向きでこうどん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 入れていくと入らないんで、伏せといてこう重ねていく。ラベルがついとるやつそれすると大変なのですが、まあ、こうやって重ねていくと周りが散らからないという、はい。まあ、うちの3つ入れる分にはね、まあ、転がっとってもまあいいし、まあ、ここはお客様見ていただいておいてっていう話なんで、綺麗にやらないと、そんな汚いことやりたくないしみたいな感じにならないように。でこの子はこんなカチカチなので、これは気にせずザクザクだけど、ちょっとね硬い、本当にカチンカチンに、でもハサミで切ってしまいます。こういうとこから根っこも出てくるし、これはすごい丈夫です。水切れに弱いんだけども、根っこは切っても大丈夫ということです。くるっとこれ、ね、下を減らすと倒れてしまいます。短い釘は刺さらないんですよ、はい、長い釘はちゃんと思います。下はぐるぐる回ってるときは取ります。これ丈夫いんで、これくらいになっても大丈夫です。これは大丈夫ですが、これを同じことこれやるともう枯れます。でこれは今のこれを組み合わせてやりたいので、この元のところにこう水苔を巻いて、この子ここに水苔巻くとここから根っこが出るのです。普通のコスモスもそうです。ここに根っこが出てる子は深く植えてやった方が元気になります。でも中入れると腐る子も中にはおります。これはこういう茎のところから根っこが出る子は深く入れてあげてください。これもそう、これ途中から根っこが出る、今も多分すでに出てたり、これ見えにくいけど、これ白いちょんとありますよ。これ根っこ、こうやって、はい、こういう子は深く入れてやってください。そうすると根っこがより増えます。で増えて元気になるので、この茎の下のところから根っこが出てるか出てないかでも、それを植えて中まで入れるかどうかっていうのが分かると思います。じゃあこいつに、まあ、こことここの差がいっぱいあるので、これとつけたときに、まあ、これも多分こっちとこっちはこっちの綺麗だと思いますが
これを組み合わせて、この間からふわっと出るような、また最後にも直しますが、この羽のような感じのところにこう入れていくと欲しい位置に止まります。でこれを今のこれね、くるくる回るやつに乗ってますが、この後ろ、今初めに乗ったこのここの上に乗せるとこれ傾いてしまうので、こう動かすとどこまで今の猫あるか分かると思うので、そこのないところにちょうどこれを三角になってるこの間からこう顔を出すとかいうことも考えながら、このままここに持って、そのまますっと上に乗せるとこう今傾きましたでしょ。ちょっと気持ち引っかかってたんでね、もうちょっとこっちにで、まっすぐすっと下ろすようにで入れたら、さっきから入ってることの仲良し3してください。なじませる、そこ大事です。これ後ろになります。であとどっち黄色にしようか迷うところですが、でこれもポットごと入れてもそれはそれで楽しめますが、いろんな方法のあるうちの一つと言えるように思っていただければ。これもカチンカチン、この辺の白いとこは生きてますが、この辺の茶色い猫は死んでます。元気の生きのいい猫は白いです。はい、あともうここまでぐるぐる巻いてるのはもうぐる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 、もう私どうしたらいいの、ぐる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 回ってるので、呪縛から解き放ってやってください。でこの周りを切ってしまいます。こいつは切っても大丈夫っていう子はこれしてもいいですが、ダメな子はどういうふうに見極めるといいかというと、太い猫がスッスッスッとあるだけの、細かい猫がいっぱいない、これいっぱい猫がある、それであるかないか分けれるかどうかっていうこととか、こう根っこをここまで削ってもいいかっていうのは根っこを見て、あとまあこうやってぐるぐるのやつは手でも最後切ってあるんですけど、これ取れないなっていう時は切ります。はい、まああの机上っていうのか、あの机のだけの理論で喋って見える先生も見えますし、とりあえず自分でいくつ枯らしてきたかっていうことで覚えていくというのが一番確実でございます。下の黄色いところは取って、でこれもチラチラとふわっとこの同じ高さ合わせて、これ枯れてる間から顔をチラチラと出るように、秋の風情がこの線ラインとあることによって風を感じる。でこれをこの前に、この先ほどのちょっと斜め前のところにこのままスッと入れていきます。それぞれ高さが黄色とオレンジと赤とみんな違うのですが、これも下の方ジョキジョキジョキーンと、いやこれだから切れるのです。根っこが太い根っこがあまりないとかいうのはできないのと、今この子が元気な子は切れますが、同じこれでもこのシャキッとしたすっごいグリーン色が濃くて元気なのでこれやれますが、あまり元気じゃない子は同じようにやったら枯れます。元気な子は大抵ちょっと無理しても大丈夫です。根っこがこうやっていっぱいあるっていうのも、こうやって根っこを削っても大丈夫っていうその指針になります。根っこが少ないやつをこうやって切ってしまうとダメになるので、それはできるかできないかっていう判断は、まあ、根っこ見て相談をするか、まあ、これは移植を嫌うってね、よく書いてあったりラベルに書いてあるのは、そういうものはこれをやったら適面で枯れます。こんな感じで、もうこの時点で綺麗な花束を作るような、もうこの水苔短くてすっごいやりにくいのですが、うちには今これしか置いてないのでちょっと短いですけども、もう一つ一つ花束を作っていくような感じで、でここの今の前履いてるとこよりちょっと外したところでこのままスッと入れてきます。
で前から入ってるこのラインをふわふわっとね、中入ってしまわないようにふわふわっと風を感じるようにふわふわっとしてきます。でちょっとこの冬さんのこれを、まあこいつはすごい丈夫いんで、こいつこそバスバス削っても大丈夫で、上のところ1センチはいつも取りましょう。この部分に病気が居やすいので、根っこ削ったいかんこでもここの部分は上5ミリから1センチいつも取るようにすると病気になりにくいです。ここの上に病気の菌は住んでいます。でこれはちょっとデカすぎるのでザクザク、これ全部切ってもいいこといないこといるので、それだけはちょっと根っこ見て相談をしてください。でちょっとぐるぐるぐるっと切っちゃいましょうか。よいしょ、ジョキジョキ一周かつらむきのように周りを切っていきます。でちょっとこれはこの中に、まだでかいな、これこの中に背の高そうなところ、あ、初雪かずら先に行く。初雪かずらちょっと白っぽい、綺麗にピンクになってる。これはお日様が当たらないとこう綺麗な色になりません。影に置くとだんだん緑っぽくなってきます。ちょっと先端がもうすでにこれ茶色の葉っぱになってるというのはお日様の当たりが足りなかった。お日様がよく当たるところに折ると綺麗な色が出ます。でこれは先だけこれ持ってこのまま分けていきます。そうすると汚れないの でちょっと軽く振るだけで根っこだけになります。これも初めに広くわーっとさせたかったら、もう買った時点でも気にせずジョキジョキジョキと切ってます。切ると2倍から3倍にボリュームがつきます。この葉っぱがこの2枚ずつ耐性っていうんです。こんな感じで2つ2つついてくるんで、その脇芽に出てくるのはこの葉っぱの元から1つの元から2つ出ます。切ることによって刺激を受けて芽が出ます。切らないとシュ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 と飛びていくだけな、切ると増えます。この芽とこの芽と多分2つくらい動くので、かける2かける2の4になります。これが4倍になったらもっと早く広がせたい方は切ってください。でも今はこのここにちらっと少し色をつけるためにっていう風で入れてきます。でこれは1つ2つ3つ3つになるかな。これはね、挿し木で作ってあるので分けて、いろんなこういう空いたところに少しずつこう入れるとナチュラルになるっていう風で分けて使いますが、まとめて入れていただいてもいいです。例えばこの中に今の初雪かずら分けたやつを、暗い色の中に明るい色がちらっと入るとすごく明るく見えます。今これを入れようと思っているのですが、水苔を巻くところ少し作っておいて、これも向きが綺麗に見える向きが、玉が綺麗に見える向きがここだと思うのですが、このお隣にこの色がカメレオン、色がどんどん変わっていくやつなんですが、しらしらっとこう入れてこの花束を作っていきます。でこのひっつけたやつを縛るようなつもりで水苔を周りにつけていきます。でこれやっぱりこんな後ろに入れても見えないんでね、この一番主役になるこの玉ころはこの周りにちょっと倒すような感じで向こう向きに置いといて、くるんと回し込むようにして
こちら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 、これ玉ころ一番の主役で、大抵333持ってきてるんですけど、多分これ2つしかいらないかな、いくつかに分かれるので、これを暗い色の方には明るい色を足していきます。こう分けるときはここでなくて、分かれてるところを見て、ここに手を入れて、こう1つ2つ3つ4つくらい入ってるので、この手を入れてポッポンと、これとあちっちゃちっちゃい大きいがある、いろいろあるね。もうこれ根っこがもう出てきて、こういうのは深く植えてしまう。これ一つがすごくでかくて、あとが周りがすごい小さい、これだけ特別でかかったです。でこう見るとこれ三角形ですよね。この三角形はここのここがへこんでるところにこの三角の頭が入るとちょうどぴったり、これパズルなので欠けてるところに補うっていうような風にしてきます。あとまあこんなところに何にもない棒が出てるところはこれ邪魔なのでチョキンと切ってきますね。でこの暗いところにあれなんか一個おまけがついて、こうすると下向いて元気がないですけど、こうすると勢いがあるように見えます。この入れる時の向きもちょっと考えていただいて、あとここ足りないですよね、足りないところを補うように足していきます。こんなちらりと、でもこれ後ろになるのであんまり足してももったいないので、まあ、1個だけにしておきましょう。で水苔で巻く、これポンポンポンと入れるときはこうやって巻かなくても大丈夫です。これは組み合わせをする、縛るためにこのように水苔を巻いていきます。ここに入れていきます。これとこれの間に入れていくっていうように、ここ結構広い、ここは狭いので、これすごく大きいので大きいところ、空いてるところに入れていきます。ことはここにこのまま持ってスッと、この白いのがチラチラと入ってるがためにすごく目立ちます。次ここの間です。もう一つポット出さなくても手元に結構持ってるので、これバラバラに細かくなってるので、この細かいのを一つの花束になるように向きをちょっと気をつけながら組み合わせをしていきます。ここら辺ちょっと見えるので、どっちから見たら綺麗かっていうのを考えて、今ここの右の端っこなので、この中にちらっと入れつつの、こういう細かいのを周りに向きも考えながら入れては、水苔で挟みながら、で今ここはここからここまで埋めたいので、空いてる形になるようにこれで作っていきます。こんなちっちゃいやつ中入れても見えないので、ちっちゃいやつは外に、で水苔で縛るように、縛りながらここに入る形に長く横長に作っています。ちょうどこの持ち手があるいやらしい形なので、その持ち手もちょっと考えながら入れていきます。持ち手があるところはここからちょっとお顔を出すように、でちょっと色が明るい色の感じのを入れていきます。先にこれを一つ忘れ去られてた、で土にも触ってる葉っぱは先に取っておきます。腐ってしまうので、こう向こうにこうやるようにとパラパラパラと綺麗に崩れてきます。根っこがものすごく巻いてるやつの時はこれはできないですけども、巻いてるか巻いてないかは下から根っこが出てるか出てないか見ればわかります。あまり出てない子はこうやって簡単に根っこを切らずに分けれることができます。
で上こうやって持ってるので上の方全然汚れないと、ここ置いときますね。でこれをこのオレンジ色の葉っぱがあるこれを間に入れていきます。お下の方にほらもう息のいい根っこがどんどこどんどこ出てきているってことは、ここにちょっと湿っぽかったっていうことだね。っていう湿度が高いとの空中の湿度が高いとどん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 こういうふうに根っこが出てきます。でこの根っこがつくとそこからの株が増えてくってことになるので、いくつか分けれますけど、このまだ根っこ、この出てる根っこがまだ土についてないので分けれるとしたら真ん中からスポンと分けれるかな。もう根っこがついてるので分けれるところ上を先に分けておいてですが、このどうも一株らしいので、この丸いやつを今空いてる形に、これ今すごくボリュームが一番ありそうなんで、ここからここまで埋めたいので、丸いと埋まらないので、よいしょ、横に、よいしょ、広げて横長に、さっきこうなったよ、横長に形を作ります。でもってこれ三日月ですよね。これ器は丸いので、あ、ここ見るとわかるかな、丸いのでこの丸いところの一部三日月、これ反対にするとこう丸が合わない。でこの器の丸いヘリの形ね、こんな感じ作っておいて、特にこうやって下の方根っこ出てるやつは水ゴケ当てたりと、そこにちゃんと根っこ入っていってくれるので、こんな感じで水苔を当てながら、このオレンジオレンジの中にさっきの、あ、こんなちっちゃい子でもちらんと白いの入るとすごく可愛くなってきます。でこれも向きがあります。この向きを考えながら、例えばここに入れて入れたら、ここに出てきてほしいっていう向きにちゃんと整えていきます。もう一つくらいかな、ちょっとこんなちっちゃい子は前の方に、ここも少しボリュームあってもいいかなっていうところに、で水苔で縛ります。で今入れようと思ってるところはここなので、結構横に広い、ほんとこれね、手ついてるやつはやりにくいのです。そういう時はこの折れてしまわないように一旦持ち上げておいて一旦置きます。それでこの持ち手のところに手を入れてキュッと、でこの浮いてる子をこっから入って出てこいってお願いね、お願いをします。そうするとさっきのこの丸がここからここまでつながりました。無理やりこう、いや私こっちかな、行きたくないの、こっち行きたいっていう声を聞いてください。これ結構コロンとしてこの3つの中ではボリュームが少ないので、今こことここが残っております。こっちの方が空きが狭いで、これちっちゃい方を使っていきます。下の方のちょっと茶色くなってる、トロトロとろけてるっていう葉っぱは綺麗に取っておきます。取ってこれ、ね、お掃除をするっていうことが一番大事です。新しいところに病気を持ち込まないということにもなります。でもうこれはあのバツバツ取っても全然気にせず取って、今空いてる場所がちっちゃな三角って感じに空いてるので、これも今こんな形なので、これを三角形に、今空いてる形にこういう三角にしようかなと思ってます。でここに結構ここは見えるところなので、初雪かずらの綺麗なピンクの綺麗なところを入れていこうと思っています。こんな感じのここの、ここから入れた方が自然か、ここから入れた方が自然かって、まあ、入れてみて考えてください。
チラリと。芽が小さいっていうことはこれ肥料が欲しいんだね。勢いのある芽が出るにはご飯をしっかり食べてて、おいしさにさんさん当たること。ってことはこの子はこの後ご飯をもらわないとだんだん緑になっててしまいます。ちょっと見えるとこなんで、たくさん目に初焼き入れました。でこれを今こういう三角形になってると思いますが、こちら側でこのままグッと入れると前のが傷むので、一旦前の子を寝かせます。まあ、こういう風に手の甲で押さえてやると前に乗らないので、ここ手がついとんのでいやらしい、この手を隙間から入れるか仕方ないので、これでキュッと入れたら、ちょっと微妙にここずれとるってことはもう10度くらいこっちに、よいしょ、くるっとつながる、手がね入らないんです、ここの手のところに。今少し振ったのでここは綺麗に丸がつながったと思います。で入れたらこのオレンジの葉っぱを先からいる固有サンゴの中にチラチラと入るように、ここら辺くらいでもう少し発液入ってもいいかな。でいう時はこの一つだけで、猫だけになった子は特にこういうふうに水苔を巻いて保護してあげましょう。ここの間に一つ、今これです、これをと白いのが入ることによって、この玉余計あのパッと目立つように、なんかこれだけ飛び出てるっていうことは、これはこの向きは嫌いやめてって言ってるので、もう少し中に入り込むように入れてきます。まだ2つあるので、低いのをこの前の方に入れていきましょう。あんまり猫丸いやつはこんな丸めてしまって大丈夫です。これもこう2つあるやつをこう縦にするか横にするかでイメージが全然変わります。ちょっと横の方にこう低めにしてきます。あとここ最後になります。ここの空いてる形をどんな形になるか、からもう初めにこの株を選ぶ段階でこの、まあ、一番外に入れるっていうことでこれは選んでますが、背の高いスラスラっていうやつであと真ん中に入れたいからっていうので、入れる場所をもう決めながら株を選んできます。株といろんなその植物、結構ここは三角、ピザ切り分けると三角になりますでしょ、丸いピザ、これも入れていくとだいたい三角をこう組み合わせていくと丸になります。まあ、ケーキでもいいんだけど、まあ、ピザが一番切り分けるの分かりやすいかな。食べ物にね例えることが好きです。そろそろそういう時間なので腹時計がそう言っておりますので、でこれも今見るとこっちが三角に見えると思いますが、これはこの硬いでできやれないことはないですが、ちょっとこうやることによって形も変えれます。でもまあこの普通に一番綺麗なとこを外に見せるように、軸が柔らかいやつはもっと広げて向きをとか形を整えることもできます。こんなくるくるくるっと巻いてやって、でここはどこに鉢液が入ると、多分見たらこの辺は見えると思うので、この辺りに発雪が入る、ちょっとここへこんでます、ね、真ん中、そこにへこんでるところに発雪を足すことによって、この穴開いた感じがこの浮いた感じにふわっとなります。で足したところに水苔を足して、これを最後のところ、ここに向きの本当に表情がちょっと変えるだけで変わってきます。でこの自然な感じにふわふわ、
あと周りだけ水苔をやっとくようにすると、水をやった時に土がデレーッと流れてそこら中汚れるっていうことはなくなります。周りだけこれ薄くでいいです。で、水やりはこの水苔がちょっと乾ってきたらっていう時にやってきます。根っこが見えてるところだけぐるっとやってきます。あんまりやりすぎるといつもジュクジュク、朝晩水やるって定期的にはやらなくていいです。乾いてからやるっていうようにしていきますと、乾いてるとき湿ってるときの緩急メリハリで水はやっていきます。そうするといつもこのジュクジュクしてるってことがないので丈夫に育っていきます。一周これでやったかな。今水苔やったときにみんな起き上がってるので倒していきます。この植えたら、あ、みんなこんで終わり、この最後にこれ手をかけるかかけないかによって全然感じが変わってきます。この横に入れたとこはこの持ち手の隙間から顔を出すような感じにすると、これはこっち来てね、そうするとこのピュンとならないでこの丸く丸く見えます。倒して倒して横に広げて広げて、でこのふわふわ風が通るようにふわ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 っと、これ固めてボンと入れてしまうようにこういうふうにチラ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 っと全体に、であと真ん中に入ってる子をこの一つずつちゃんと持って中の方に手を入れながら広げていきます。さっき広げたやつよいしょをつなげるように元の方にこう手を入れないとボキンと折れるので、あと重なってる葉っぱを取ってきます。まあ、それやってからだとこうすると結構自由に、さっきの真ん中の窮屈感がなくなったと思います。こんな感じで出来上がりでございます。多分お家で見られないときはこれくらいの、ね、角度で見られると思うのですが、こんな高い台には乗される、ね、いつも下に置かれると思いますが、まあ、ちょっとある程度、まあ、椅子くらいの高さのものに置かれるとより自分の目線から近いところにあることになるのでより綺麗に見えます。上からほとんど見ることになると思うので上から見ても綺麗な感じに作ってます。下はどうなってます？下は培養土を、これ穴がビニールを貼ってある器なので、ちなみに1000円で出ておりますこの器、はい、当初2800円とかで出ておりましたが1000円です。ビニールを切って穴を開けてください、水たまるの でそれで今こちらの当店ブレンド伊木山ガーデンの土上まで入っています。その時に入れたまんまの塊ゴロンとあったらちょっと壊してもらってふんわりと入れます。はい、それでギュッと押さえながら、まあ、田植えをするイメージですね、入れてください。一回一回穴掘って入れるっていう方法もありますが、これはあの土が不安不安なのでそういうことができます。あと並べといて後から土を入れるっていうとこういう間に全部土がかぶります。あと並ぶもう一つの欠点として、こう入れたらこの高さが揃ってないと、まあ、この辺の深く入れられてもいい子は大丈夫なんですが、深く入れて腐ると思います。この面は揃えたいんですっていうこと、まあ、この深く植えれる子はいいんですが、この中の方に入って腐るということもあるので、このふわふわの状態で一個ずつこう入れていく、後からこの土入れるタイプの人はこの3つずつくらい1個入れては土をしっかり止めながら入れるっていう方法でやるかいいです。中のお花が枯れたらもうこれはもっぺん崩すってこと、はい、残る子これはね霜当たったらいっぺんで溶けます。でも霜が当たらなければ残ります。霜がというか、まあ、温度もですね、冬外は枯れます。はい、だいたいこれは11月の木に置いといてもらうと霜当たらなければ11月の中くらいまでは持ちます。でその後、まあ、全部取っていただいて、これは残っているのでこれどっかに植えてやるか、このまま残しておくかして、まあ、お正月の寄せ植えをその頃作られるのが一番あの時期的にいいかなと思います。高さもある器なんで、
はい、土の上にこう植え込むようにしただけで、はい、上からもかぶせない、初めに一番もう上までいるので、そうぐーっと入れなくても土がふわふわなのでスッと入れます、はい、まあ、徳の上にこう手で押すというイメージですね。まあ、田んぼ田植えって言っても最近あの田植えしたことがない人が多いので、柔らかいふわふわなところをこうキュッと押すとスッと入る、まあ、木に釘を打つような硬いような感じではもう土が空気を含んでいないので枯れてしまいます。結構イギアンマガーデンの土肥料入りすぎてるくらい入ってるんですが、まあ、これは水やるだけでいいです。土柔らかもう誰で作っても間違いないという柔らかめな土でも、これを多分ムッツ製塩の土やると失敗します。あの土は締まりすぎてしまうので、その土によって、まあ、値段は品質なので、いい土をこういう限られた空間の寄せ植えとかなんか作るときはいい土を使った方がいいです。はい、こんな感じで秋を取り入れられてよろしいかと思います。そういって皆さんが大盛りを買わんけどって言って、この一部分だけ真似して買ってかれます。はい、なんで、まあ、見本としてはちょっと、ね、ゴージャスなやつを作って並べさせていただいてるんですけど、ちなみにカレックスジェネキーっていうこの子はあの辺りにおりますし、この真ん中の列でこの槍ゲートは向こうの方におります。あのちっちゃいコスモスのお隣さんで、この本当に今日いいキバナコスモス入ってますが、キバナコスモスは今あちらのお客様見て見えるで、このカメレオンさんはここにおります。でこのバンシューさん、バンシューアコ妻さんはあの辺りにあります。でもうこれ一つうちの前にあるだけで秋の雰囲気が感じられます。はい、ぜひこんな感じ。あ、ちなみにこのこれはどこにいたか自分で忘れた、あの辺りに、はい、初雪さんおりますので、こんな秋イメージのものもやられてみるとよかったら写メ撮っていってくださいませ。はい、ちょっとこの辺片付け、あ、下に下ろしますね、この上であんまり綺麗じゃないんで、はい、ぜひぜひ写メ撮ってってやられると、おい、今横から見て見えてたので上から見るとまたイメージが、ね、全然変わると思います。大抵下に置いて見るっていうお客様が多いので、そんな感じで作らせていただいています。はい、もう本当にこのカメレオンさんおすすめです。ちぎって刺し、ちぎって刺しでどんどん増やすことができるのと、色が変わっていくっていうところが一番ね綺麗、赤やったり黄色やったりいろんな色になるので、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、そうですね、先生のところにレッスンには行っておりますが、はい、ここで同じようにレッスンさせていただくんで、よろしければ今から作りたい言えばそれですぐ始めますので、よろしければうちから入れ物持ってきていただいてもここ構わないので、私のおるときは対応できますので、はい、それ中に初雪かずらも入っております。あ、これはちなみに本物です。198円のあそこにいる多肉ちゃんと同じものが作ってあります。あと今日セダムいたかどうか見てないんですが、セダムを切って巻き巻き、この糸を使って作っております。はい、初雪かずらって植え、はい、してるときに、はい、どうすれば栄養は、初雪かずらの IB 化成でもいいですが、肥料撒いてあればいい、バラバラ、はい、さっき緑になると栄養が足りない、そう、栄養が足りないのと、あと影はダメです、青なります。青くてもいいわいう人は影で大丈夫です。お日様にさんさんお日様に当たってれば多少肥料が少なくても自分で作り出すことができるので、より旺盛にしたかったらあげてください、肥料、はいはい、うん、はいはい、東側だから当たってるね、はい、大丈夫ですよ。
今度暴走しだすほど大きくなるようだったらもう刈り込みバサミでザク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 切っておとなしくさせておいてください。どん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 伸びてこう伸びてはびこってくぐらいの子です。そうですよね、はい、そうですよね。もう、はい、すごく今綺麗な色の時済んだら新芽の時はすごく綺麗な色でちょっと色が落ち着いてきて緑っぽい色が出てくるようになったらその時にもうバッサリ切ったってください。で切ったら、うん、真冬はあんまり芽が伸びないのですごく寂しくなっちゃうので、まあ、春先とか3月の終わりくらいから、はい、まあ、今でもまだ温度あるので今切っていただいてもいいですし綺麗におとなしくさせておきたかったら切りましょう。木に登らせてふわーっとすごく壁中一面にしたい方は伸ばしましょう、はい、その時先をつまんでおくと1本が2本になります。はい、どん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 自分がどうしたいかによって切る切らないご飯を食べらせるとかいうのも決めてやればいいです。そうそうとした柔らかさとか出すならご飯はやらない。がっつり大きくもりもりにしたかったらご飯をやる。それによって決めていただければとどんどん大きくなります。はい、はい、アイビーでもいいですよ、はい、はい、で化成肥料でやる量が決まっているのであまりやりすぎるとの葉っぱの上にかかると枯れるものもあるのでその袋の注意書きちゃんと読んでください。はい、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 うん、気にせずいいと思います。それもう慣れてるんででパーッと巻いてやるくらいで粒の細かめのでもいいし、アイビーだったらこの上に葉っぱの上に乗ったらコロンと転がるので自分の重さで重いのでちゃんと葉っぱの下に落ちます。大丈夫です。はい、ありがとうございます。これはありがとうございます。これは今一つこれ使わなかったので5500円くらいだと思いますがちょっと今のこれ使わなかったやつを減らさないといけないのでペンがどっか行ったかな。使わなかったのはこれなのでこれが2個にでここから電卓ないと暗算できへんなので電卓あでも大体5000円くらい5000円ちょっとくらいですね。5822から29%引くと5524円になりますね。はい、はい、綺麗ですね。の器を小さめにして同じような雰囲気のものを作ることはすぐできますのでご予算に合わせてお作りすることもできますし入れ物持ってきてくだされば入れ物代がいらないという、はい、土日はもう涼しくなったんで毎週土日は、はい、あ来週は土曜日は午後からですが大抵はもう涼しくなって園芸館こっちの方も復活いたしましたので毎週おります。ここからこっちビアガーデンだったので、はい、また園芸館復活しておりますので、はい、またぜひ寄ってみてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。わ、13人の方が見てくださってる。ありがとうございます。はい、出来上がりです。こんな感じでデモンストレーションをさせていただきながら、あー、もみじさんありがとう。こんな感じで園芸館復活しておりますのでたくさんのお客様に来てくださいね。お待ちしています。なんか途中でちょっとちょっとと呼ばられたりこういうマンツーマンレッスンしててもあちこち行ったりするんですがそのお客様いろんなご質問をライブでさせていただいたりしております。はい、ちなみに5500円いくらかなくらいになります。はい、うん、コメントちょっと見切れてないので、あ、笑顔素敵です。まあ、やすさんがさがありがとうございます。こんな感じでやってるので毎週土日イギヤマガーデン園芸のコーナー広いです。やっと秋が来ましたということで今日は秋のギャザリング寄せ植えを作ってみましたよ。ちなみに器持って
ってきても私のおるときは対応させていただきます。マンツーマンレッスンでございます。レッスン料すごくこちらではお値打ちでさせていただいておりますので、ぜひ生山ガーデン園芸相談フリーレッスンお越しくださいね。もみじさん、来月お会いしましょう。はい、長々とさせていただきましたが、1時間くらいやったかな、これライブ。わかんない。後でコメントもお返事させていただきたいと思います。はい、花草人の小関純子でした。またね、ありがとう。私はこれから生山ガーデンのビュッフェバイキングでお昼をいただきます。ありがとうございました。またねー。